誰も知られていただいたということを本当に心ありがとうございます。こういう状況が本当に今日はグランドフィナーレですけども、本当に信じられない感じですね。私は本当に選挙戦始めた時は一人でスタートしましたから、本当に一人からのスタートで選挙を始めました。本当に皆さんのこういったご支援の輪が広がっているということを本当に嬉しく思います。ありがとうございます。ありがとうございます。なんとかここまで走り抜けてきました。本当に嬉しく思います。今回の戦いは本当に厳しい戦いです。僕は政党や組織の支援がない中でのスタートです。今回の文書問題で本当に最後もう一人になってしまった。前回の選挙で応援してくれた人たちも含めてみんな賛成、反対、いろいろありましたけども、最後は本当に一人になってしまった。そこからの選挙戦でした。実は本当は結構やっぱり大変だったんですね。選挙される時も一人でしたし、そこから立候補表明をする、そしてどうやってこの選挙もやっていけるかということから実は始まりました。組織や政党の支援の中でどうやってやるか、本当に一人からの手作り、そして一人からのスタートだったんです。どうやって選挙事務所を用意しようか、そしてこの外線車もどうやって車を用意しようか、そこからのスタートでした。本当にポスター貼りもできるのかどうか、お金も集まるのかどうか、そういったところからのスタートだったんです。でもやっぱり何とかやりきりたい、戦いをやりきりたい、そういった思いで続けたんです。僕の好きな映画にロッキーっていうのがありまして、ロッキー見たことある人は、ロッキーはですね、結局どういう戦いだったかというと、
とにかく最終ラウンド15ラウンド、僕はまたそれを見てまさに頑張ろうと思いました。今回の戦い、とにかく今回の文書問題で本当に多くの県民の皆さんにご心配やご迷惑をおかけしたことを本当に心から申し訳ないと思ってますけれども、やっぱりそれでもやっぱり自分がやってきたことは自分のやってきたことを決して忘れられない、だから走り抜けを、これは私会長のこの強い決意だったんです。本当に県議会の審議決議案が前回で一致で可決された時も本当に実は厳しい状況でした。メディアの皆さんの厳しいやっぱり報道もありましたし、いろんなことを自分自身も反省しなきゃいけないところもあったし、改めなきゃいけないところもあった。でもやっぱりこれからも頑張っていきたい、そしてこの選挙を最後まで走り抜けたい、その思いで走り抜けてきました。ここまで本当にガロリーレースは実は正直思ってなかったんです。本当にレースが真っ赤ができるのは明日なんですよ。絶対に今回の戦いに負けるわけにはいかない。3年間の改革で僕はやっぱり一生懸命やってきました。前の次の体験20年間続いた、やっぱりいろんなことをたくさんたくさんあったんです。箱物の行政、そして一部の不得権や手紙に対応するだけ、そういったものをやっぱり変えなきゃいけない。もっともっと県民の皆さんに寄り添った県政をやらなきゃいけない。県立高校の問題もそうです。県立大学の授業料無償化も、幅探偵もそうなんです。検査ヘルメットの購入支援に、みんなみんな不妊治療の支援もそうです。高校の対策も、本当に県民の皆さんにとって今何が困っておられるか、そして何をやらなきゃいけないか、県民の皆さんに寄り添った県政、そして県民の皆さんに届く、県民の皆さんに直接届く、響くような政策をもっともっとやっていきたい、これが私斉藤元彦の3年間の実は戦いだったんです。今回の新任決議案による失職は本当に申し訳ないと思ってます。だけどやっぱり私はこの戦いをやめるわけにはいかないんです。どんなに辛いことがあったとしても、どんなに厳しい状況があったとしても、僕は諦めずにこの半年以上、3月から始まりました、3、4、5、6、7、8、9、10、11、もう9ヶ月です。本当に毎日毎日本当に厳しかった。ずっとずっと耐えてやってきた。本当に朝起きて目が覚めて胃が本当にもだれ苦しむような日もありました。なんでこんなことになってるんだろう、なんで自分はこういう状況になってるんだという思うこともありました。でもやっぱり県民の皆さんにとっていい政治人生をやりたい、そういった思いで日々頑張ってきたんで、本当にありがとうございます。ここまで来るときにいろんな人が支えてくれました。まあ、家族もそうですけど、知人、友人、そして X の支援者の皆さんも含めて、ボランティアの皆さん、そして多くの県民の皆さんが自分を見ててくれる、いろんな時も斉藤さん頑張れ、まあ、SNS、私 X 始めた時はあまり好きじゃなかったんです。もうすごくコメントがもう誹謗中傷ばっかしだったから。だけど今回やっぱり SNS の力っていうのはすごいなというふうに思いました。悪い面もあるんだけど、いい面もある。やっぱり会ったこともない人が、斉藤知事頑張れ、斉藤知事負けないでくれ、斉藤氏こういうことを言いした、すごい応援してくれてるんですね。その SNS のいい面が本当に今回よく見えました。本当に皆さん、多くの人たちの力のおかげだと思ってます。ありがとうございます。皆さんから手紙をいただきます。もう200通近くになっていると思います。実は県庁を去る時も、最初のうちは私に対するすごく強いご指摘の手紙が多かったみたいなんですけど、最後の方は応援の手紙も増えてきました。いただいた手紙を毎晩毎晩読まさせていただいてます。本当に応援していただけるものもある、そして思うんですけど、
本当に皆さんそれぞれが本当に厳しい立場、苦しい立場におられる方が多いということがよくわかります。自分が病気になってたりとか、家族が大変だ、そして職場での人間関係もうまくいってない、そういった皆さんが本当に多く世の中にはおられる。自分なんかよりもっともっと大変な思いをされている方がおられるということがよくわかりました。皆さんが悩みや思いを深めている辛い状況を一人で抱えておられる方もたくさんおられる。でも皆さんは決して一人ではないんです。誰かが必ず見てくれてます。私もそうです。最初やっぱり厳しい一人からの状況だったけど、こうして多くの皆さんが応援してくれてます。必ず辛いことがあっても、厳しい状況があっても逃げ出したい。なぜ自分だけがこんな状況になってるんだ。本当に厳しい状況を見ながらそれぞれあると思います。だけど絶対に諦めてはダメです。絶対に諦めてはダメ。逃げてもダメ。逃げてもいい時もあると思います。だけど頑張って前を向いて歩いていれば、一生懸命やってれば、必ず誰かが見てくれてる。必ず誰かが応援してくれてる。だから皆さんで本当にそれはこの兵庫県一人一人がそれぞれを支え合う社会にならなければなりません。私はもう一度兵庫県知事にならせてもらえれば、必ず困っておられる方、一人やっても少数の方でも、みんなが困っておられる方を一人でも頑張って支援をしよう。私は必ず皆さんを見ている。そういった県政を伝授させていただきたい。そして正直に生きておられる方、一生懸命仕事をしている方、日々本当に頑張っていられる学生さん、そういった方をやっぱりみんなで支え合う。そしてそういった方々が報われるような、そんな兵庫県、そんな社会をぜひ作っていきたいと思います。皆さんよろしくお願いします。県議会や県職員との関係大丈夫なんですかと言われることもよくあります。市長との、市役所との関係、いろんなこと大丈夫かというふうに言われます。でも私は大丈夫だと思います。なぜならやっぱり大事なのは、いい政策、そしていい事業、いい取り組み、いい県政を県民の皆さんのためにやっていきたい。その思いは県職員も県議会の皆さんも、そして市役所の町長さんや議会の皆さんも、皆さん一緒だからなんです。皆さんそうですよね。これからもっともっと丁寧に丁寧に会話を聞く、そして自分のやりたいことをしっかりと貫いていく、そしていい県政をみんなで、県議会や県職員の皆さんも含めて、市役所の副長さんも含めて、みんなでいい県政を作っていく。私は43歳1になって、47歳になったばっかりですけれども、いろんなことを、はい、ありがとうございます。いろんなことを学ばさせていただきました。確かに失敗があった、そしていろんな経験もした。だからこそ私斉藤元人はもう一度県政を担わさせていただきたい。そして今回学ばさせることを糧に、もう一度みんなで一緒にもっともっといい兵庫県を作っていく、その力をぜひ皆さんに与えていただきたいと思います。よろしくお願いします。皆さん一票一票の力が本当に大切なんです。組織や政党の支援は私はないです。組織を団体をおそらくこの週末すごく引き締めをしてます。かなり本当にそれでいいのかどうか、一部の権力者関係者が今回は代行って言っただけで、その全ての組織に入れさせるような、そんな民主主義ではダメなんです。やっぱり一人一人の県民の皆さん、市民の皆さん、町民の皆さんが何が正しいか、何が本当に真実かということを判断していただいて、正しい方向で、正しい一票一票を私斉藤元人にぜひ投じていただきたいと思います。県政改革をまだまだ続けなければなりません。まだまだ以前の県政の
改めなきゃいけないところがたくさんあります。それを一つ一つやっていくことで大勢を改革していく。そして何度も言わせていただいている、やはりこれから若い世代の人たち、高校生や中学生や将来の世代、将来を担い兵庫県を担う若者たちをもっともっと応援していく、それは私斉藤元総理の県政の大きな柱なんです。どうぞよろしくお願いします。もちろん高齢者の方、障害をお持ちの方、そして全てのマイノリティの方にとって大事な医療、介護、福祉やいろんな政策ももっともっと大事にしていくのは当然です。だけどやっぱり少子化の今の時代だからこそ、少子化のこの兵庫県だからこそ、未来を担う子どもたちへの投資、小学生や中学生や高校生や若い世代の大学生や、そういった彼らを応援しなきゃいけない。彼らこそがこれからの兵庫県を、地域社会を担っていただく本当に大事な宝物なんです。これまでの兵庫県はそういったところに目が行ってなかった。全国で46位、兵庫県の令和2年の県立高校1校あたりの予算だったんです。70万円のプールの修理費が出せなかった兵庫県政、一方で1000億円を超える県庁舎を建て替えようとしてた。海外事務所も日本一多い、そして65歳以上の OB の天下りも満遍と続けようとしてた。70万円のプールの修理が出せない、そんな兵庫県政に戻しちゃダメなのです。本当に私も驚いています。多くの小学、中学生、そして高校生、大学生が話しかけてくれる。県政に対して興味を持った、高校にトイレがきれいになったことをなぜかという調べてもらったりしています。高校のエアコンがついた、部活の道具がきれいになった、そして不妊治療もきれいにそうです。高校の方が、県政はこういうことやってるんだ、街道地になってこうであったんだということを調べていただいたり、知っていただく、そしてそういった県政に興味を持っていただきたい。それはすごく大事なことだと思うんです。私がやりたかったこと、それは若者の支援をなぜやるか、それは若い世代の方にやっぱり政治に関心を持っていただきたいという思いで始めました。政治に関心を持っていただきたい、政治家はよく言います。だからネット投票をやったりとか、いろんな啓発をして、タレントを選挙の啓発のキャンペーンに使ったりと、私はそうじゃダメだと思ってたんです。やっぱり若い世代にとって政治に関心を持ってもらうためには、若い世代の方に直接届く、直接響くような政策をやっていくべきだ。だからこそ、県立高校のトイレをきれいにしたり、クーラーを設置したり、不妊治療の支援をしたり、県立大学の授業の無償化をやる、そういった総合対策もそうです。これからの将来を担う、兵庫を担う若い世代の方に直接届けるような政策をやっていく、それが事業や取り組み、県政への関心へのつながる、そして政治への感覚、社会に感覚意味を、いろいろそういう難しい言葉ですけど、主権者としての意識をぜひ未来を担う若者に持ってもらいたいんです。そうすればこの兵庫県、この日本をもっともっとこれから数が少なくなっていくかもしれない、マイノリティになってしまうかもしれない、こんな若者がもっと力を持って、もっと頑張ってこの兵庫県を支えていただく、そんな日本を作り変えていく、そんな日本の社会を変える原動力をこの兵庫県から作りっていきたい。だからこそ私は若い世代への投資、若い世代を応援することが大事だというふうに今も思っています。皆さんの理解をよろしくお願いします。それこそが地域社会を支えていただける若者を応援する、それが高齢者や障害の持ち方を含めた全ての県民を元気にする、そこにつながる形を持っています。兵庫県知事選挙もういよいよ明日です。期日前投票8時までやってます。ぜひ皆様この後行っていける方は行ってください。そして投票した方は多くの皆さんに、周りに一人でも多くの方に伝えていただきたいと思います。躍動する予防の実現に向けた歩みを私は止めたくない。本当に3年間のこの歩み決して止めたくない。この9ヶ月間、半年間歯を食いしばって頑張ってきました。あと一歩、あと一歩なんです。あと一歩でもう一度先生を行います。本当に皆さんの力を
大変厳しい状況ですが、県民の皆さんの一票一票の欲しいものを、ぜひ斉藤元総理にその大切な一票を託していただきたい。それを最後に改めて心からお願い申し上げます。本当にこの選挙戦、本当に皆さんのおかげでここまでたどり着くことができました。大切なのではあと一歩勝ちることです。皆様に心の拍手と恩賞をさせていただきました。皆様には本当にこの厳しい選挙期間、17日間の選挙期間を兵庫県内を駆け巡り、斉藤元彦頑張れと、どうか皆様のご支持ご支援をとたくさん頂戴いたしました。斉藤元彦、どうか皆様のご一押しご一票のお願いを申し上げ、斉藤元彦県政代表に押し上げていただきますようによろしくお願いを申し上げます。明日はいよいよ決戦日でございます。どうか皆様ご支持ご支援を、斉藤元彦とどうぞ皆様よろしくお願いを申し上げます。皆様からいただいたこの3年のご親託、決して無駄にすることはありません。そしてこの兵庫という国は皆様